かぶ小さな島。この島ではあなたの友達そっくりなミーたちが思い思いの生活を送っています。友達コレクション。顔や体型、声や性格を設定。ここからあなたの友達そっくりなミーの生活が始まります。ニコニコしながらも常にいろいろ考えてます。これがミーの住むマンション。窓にタッチすればその部屋に住むミーたちの生活を覗き見ることができます。服やインテリアのプレゼントをあげればどんどんその人そっくりに。新しいインテリアをありがとうございます。一緒に遊んだり、風邪もひきました、悩み事を聞いてあげたり。いただきます。さまざまなコミュニケーションを通してミーたちと触れ合う日々。友達になったり、母ちゃんのデベソっていう喧嘩をしたり、実は恋をしたり、付き合ってください。この島でミーたちはそれぞれ人間関係を築いていきます。現実とは違ったこの世界だけの人間模様が楽しめます。どうも。島にはインテリア屋さん、服屋さんといったお店や、相性を診断したり適職を探してくれる施設などもあり、島での生活が楽しめます。いいニュースをお伝えします。西川さんの頭にアイスクリームが生えました。場所に行きました。道に迷ってしまって、ここってどこですかね。 DS の中で友達そっくりなミーたちが描き出す様々な人間模様。ただ見守るも触れ合うも、楽しみ方はあなた次第。自分や友達のミーを作って一緒に暮らす友達コレクション。ウィーからミーを連れてくることもできます。